もともとできたからこう素敵な人生が送れるのではなくって、変化をしてきたから今現在があると私ははっきり思っているんですね。私が続けてきた3つの S、 1つ目は誘われることです。はい、そして2つ目は初期投資を惜しまないこと、はい、そして3つ目に主催者を意識すること。例えば皆さん、誘われないイベントに参加できます？誘われてないのに行くことってなかなかできないですよね。自分を成長させてくれる例えば出来事やイベント、そこに誘われる自分になることが一つのポイントです。自分をより成長を高めたければ、まず良いチャンスに誘われる自分になることが大切です。はい、そして2つ目、よく参加費が高い、お金がない、まあ、そういった、ね、お金の問題はいろいろありますけれども、初期投資をしないでいい情報に出会うことなんてほぼほぼ無理です。 無料のイベントに行って何か買わされそうになったことありませんか？ ありますよねありますよね。ほどほどの、 その初期投資っていうものが必要かなと思うんですが、お金の使い方、これすごく大事です。そして3つ目に、はい、その主催者です。ここキーワード、今日だったら誰でしょう？西澤さん、そうです。主催者の方にできたら誘っていただくのが一番理想。なぜならば、行った時に特別待遇を受けられるケースが高いとか、人を紹介してくれるとか、はい、でもそのためには自分のことを覚えておいてもらわなきゃいけないですね。ということで、主催者に覚えていただくということをぜひ意識してみてください。それともう一つ、行動範囲を広げるという意識です。はい、いつも同じゾーンで、いつも同じメンバーで、いつも同じ会話をして、どれぐらい成長できそうでしょうか？私も英語喋れないんですけれども、それでも年間10回とか海外に行けちゃうぐらい、あの行動範囲を広げたことで、いろんなチャンスを、機会を頂戴しています。別に海外に行けという話ではありません。安全に暮らせるコンフォートゾーンから一歩外に出てみないと、皆様が変化しやすい環境は実はちょっと手に入りづらいんじゃないかと私思うんですね。私はあの海外にも足を伸ばすような、まあゾーンで生きておりますので、まあそんなようなヒントを皆様にぜひご提供、今後していきたいなということで、お役立ちしていきたいと思います。